ごめんなさい、ここもずっと開けれるように、そこをやれるようにするんで、開けれるようにするんで、ぜひ来てください。日焼けマシンがあるんですよ。7500円でいい。マジですか。開けるようなんですか。2階は開けるんつけるんですか。開けるにしないで、ビットキーってやつにするかもしれないです。なんか、まあ、アプリでこう開けられるみたいな。いや、今日もなんかスタートが遅いな。ここに夜中来るやつとか。ちょっと夜中はね、ビルが10時とかで鍵一応閉まっちゃうんですよ。で、僕らが開けちゃってるんですけど。あ、そうですね。そうで、朝も7時からじゃないと開場しないんですよ、そこ。じゃあ7時12時って縛りつけた方がいい。そうですね。夜中だと変なやつ。7時10時泊まるやつとか来ると思うんですよ。そうです。7時10時にしとこうかなと思って、鍵に関しては。でもそれでできて、でサンドバッグとかも多分10時ぐらいまでじゃないと来られそうなんで。でもなんかいつでも来れるんで、まあ、デイタイムいつでもってなったらそれで十分ですけど、真ん中来るやつは大体ろくなやつじゃない、新宿は良くないですけど。新宿は良くないですよね。新宿の夜中のデイタイムとか化け物みたいなのしかいないですから。そうですよね。え、もう11時ですか。まだですよね。まだあと1、2分あります。あ、今11時。あ、本当ですか。よし、行きましょう。大沢健二の格闘技通通信、よろしくお願いします。いや、今日まだね、出だしが少ないですね、これね。出だし何人、54人少ないですね。意外とでもね、じわじわね、ライブはなかなか集まらないっていうのがね。そうですね、うん。今週のおしゃべりテーマ、はい、ワンの女子アトム級グランプリ、女子アトム級グランプリの平田さんが、まあ、勝利ね。勝利で、あとハムソヒとザンボワンがね。いや、ザンボワンが良かったですね。飛躍の判定ですね。ザンボワンが強い。ザンボワンが強いと思って。フィジカルがすごかったね。いや、もうマジであれ、俺だったらもうめちゃくちゃ盛り上げるんですけどね。やっぱり青木くんとかはやっぱ淡々と技術をやるんで、まあ性格の差が出たなと思って。すげえ強かった、ザンボワンが、うん。俺もマジでめっちゃあれ盛り上がりましたけどね。うわーみたいな、すごかったですね。その後揉めてますもんね。そう、揉めてます。なんか今回関係ないですみたいなね。まあ、その件についてもちょっと話して、後ほどね。で、あとディープジュエルスで、ケイト・ロータス、杉山静香参戦。あと、うん、ミッコ・ニール・バーナとか、うん、あれあれ中井凛さん出してほしいですけどね。ずっと言ってますもんね。でもなんかちょっと揉めてそうっすね。なんか中井凛さんが結構今ややこしい感じになってきちゃってるから。今ツイッターとかでめっちゃややこしくなってるの知ってます？知らないですよね。知らない。いつもややこしくないですか？いつもややこしいんですけど、今回は結構。それはそういう、あの、いつもややこしいとか、そういうのは表の話じゃないやつです。あ、いつもややこしいのは裏から聞いてるからややこしい。そういうことですよ、表向きややこしいってことですか、今回。確かに表向きでツイッター上で結構ややこしくなってて、はい、結構今なんかいろいろ言ってて、はい、なんか結構こう試合が全然組まれないみたいなことを言ってて、はい、でそこに多分まあいろいろ話は言ってるはずなんですけど、うん、試合が組まれないみたいなことを言ってるんで、うん、他のそういう人たち全然そこに絡みに行かないんで、うん、あ、結構今だいぶ面倒くさいのかなとか思って、うん、もったいないですね。もったいないですね。いい選手というか強い選手、強い選手なんで。今日急遽差し込まれたビッグニュースというか時事ネタとしては、堀口くんフリーエージェント。え、あ、俺知らないです、それ。今出てる、はい、今日もうさっきからね、あのツイッターですごい。あ、そうなんですか。え、どういうことですか。フリーエージェント契約に今浮いてますから。え、完全にどこでも契約してますね。え、ライジンとの契約切れたんですか。切れたらしいです。マジですか、はい、あれ切ったんですね。
いよいよじゃあ。だから、どうなるのか、どこが行くのかっていうので、みんな予想合戦をしてるので、多分、割とみんな求めてるの、今日そこかなと。マジっすか？今じゃあちょっと記事出すんで、それまで中田座リッチさん。中田座、うわぁ、ちょっと今興奮しちゃって。もう、行きますか？マジで、何時ぐらいですか？俺ずっと今日、ジム。夕方過ぎ、7時、8時ぐらい。いや、今日ずっと忙しくて。ジム行ったり、ちょっといろいろ打ち合わせしたりで、結構髪の毛切ったり、もうなんかずーっと出さっぱりで、携帯をろくに見れてなくて。別にいいですよ。イエーイ、そのニュース。俺が先に知らなかった感じ。超見たかった、そのニュース。なるです。なる起きてるとこですから。マジですか？だってそんなの絶対話さなくちゃいけないじゃないですか、はい、それツイッターで言うべきじゃないですか、それ。いやいや、もうみんな知ってますよ。いや、そしたらもうちょいアクセス数稼げるじゃないですか。今からで、今からでもメインのテーマ。いや、メインのテーマもな、堀口教授でしょ、それ。じゃあ大沢さんがニュース読む間、ちょっとこっちでマジっすか？マジですか？今ツイッターでつぶやいてもいいですよ。今ツイッターでつぶやきたいですけど、僕のアカウントでいけないですよね。でも大沢さん的には、そのフリーになった状況からして、もうあれですよね、語れることいっぱいありますよね。いっぱいありますよ。すごい。ベラドー、まあいいか、とりあえず。まあまあまあ、いきます、じゃあ。で、僕の、今週の、はい、あとは日曜日で、中田ザリッチが、パンクラスの初メインで、はい、5戦目で伝統あるパンクラスのメインイベントって、えらいことですよ。ね、中田ザリッチ、はい、で、そうです、駆け上がり方が尋常じゃない。だけどそれを感じさせないぐらい、まだなんか新米感があるっていうか、はい、もう中田ザリッチ、それでメインがあのアウトサイダーの元王者のね、はい、朝倉未来と、ノーコンテスト、はい、1回一本勝ちの判定が降りるも、はい、ノーコンテストで、はい、の元王者の両選手、はい、前田明さんのマナ弟子ですからね、はい、秘蔵っ子、はい、でそこと大沢健二の秘蔵っ子の中田ザリッチの戦いっていうね、はいはい、まあメインイベントですから。すごいですね。そう、いや、中継するんですよね、アベマで。プレミアムだったら無料ですから、はい、であとはペーパービューでも見れるんですけど、はいはい、中田ザリッチって、いや、なんか、うん、持ってるっていうか、なんか、あれ知ってます？最近の言葉で、親ガチャって知ってます？親ガチャ、親ガチャ当てたみたいな。ああ、親のガチャガチャですね。そう、生まれる時に。親ガチャは、まず中田さんリッチは、はい、親ガチャでとんでもないもの引いてるじゃないですか。そうですね。とんでもない。で、普通ね、一回ガチャで、親ガチャで満足するもんだけど、はい、二度目のガチャも。二度目で、だって、それで親ガチャで当てて、はい、まあそれで、ジムで言ったら、あいつが、まあなんかいろいろ苦労するも、はい、うちのジムに来たって、はい、まあ、強いか強くないかっていうのは、まあ、うちのジムがあれかって言ったら、でもやっぱ、うちは、そのマネージメント能力は、はい、多分予想よりもちょっと高いと思うんですよ、うん、だから結構試合って結構組まれるじゃないですか、はいはいはい、で組まれた中でさらにあいつチャンスのものに仕方もえぐい、はいはい、だからなんかいろいろなものをガチャガチャでガチャポンで引き当ててるっていう、ね、ガチャガチャを引けるのもタイミングありますよね、はい、いろんなタイミングが、ね、いろんな、あいつ全部ベストだと思うんですよね。いや、すごくないですか。ね、前にあるガチャガチャが人気があって、意外と後ろにあるガチャガチャ1個吸い詰めたら、はい、でもね、この前のパンクラスでいい試合したんですけど、はい、でもそれが中継されてないっていうところではやっぱりちょっと運という部分では、はい、あんだけいい試合してんだったらアベマで中継もっと されてたらなとか、はい、まあだから実力のところもありますけどね、はい、でもメインってすごいことですよ。いや、すごいですよね。あいつのあれでメインになるっていうのは多分興行の谷間でもあったとかね、なんかタイトルマッチが組めないタイミングだったから、じゃあどうしようで、あいつじゃあもう
いいやじゃあこれっていうのもあると思うんですよ、はい、でもそれのタイミングもあるじゃないですか、はい、だからそこもすごいしね、はい、で両選手っていうねちょっと注目されてる選手なんで、まあ本当にね皆さんね本当にアベマプレミアムって多分1000円しないんですよ、はいはい、960円とかそんな感じなんですよ、うんうん、本当に大した金額じゃなくてでペイパービューじゃないんで、うん、960円買ったら、うん、チャンスの時間とか見直せるんですよ、うんね、見逃し配信で大阪の好きなね大好きなチャンスの時間今週の水曜日にやってたチャンスの時間は華原朋美さんが多分本音のラブソングっていうのを歌ってるんですけど、980円、60円でレベル高いですね、いろんな見れるから。すごいですよ。いろいろなの見直せるんでね、ぜひアベマプレミアムでパンクラスのペイパービューはぜひ見てもらいたいですけどね。960円めっちゃ安いですからね。両選手は結構中田リッチューと真逆の人生だったりするんですか。そんなこともない。柔道で、はい、確か日体大の柔道部だと思うんですよね。なるほど。じゃあゴリゴリアウトサイダーな人じゃ、いやいや全然アウトサイダーじゃなくて、はい、柔道をすごく真剣にやってきてて、はい、それで大学もしっかりやったところで多分吉田道場入ったんですよ。そうで吉田道場入って、はい、それでアウトサイダー出て、はい、それでアウトサイダーで名前を打ってたんじゃないですか、はい、結構強いですよね。はい、それでアウトサイダーで名前を売りながらやってったっていうところで、はい、でまあパンクラス出てっていうところですかね、はいはい、まあむしろ、まあ、真逆じゃないですけど、うん、スポーツエリートですよね、はい、試合の見どころはどうですか。見どころは両選手が組んだら両選手です、はいはい、もう組めたら両選手、まあ、柔道出身で、はい、テイクダウンして抑えてとかってなったら、はい、多分両選手の方が全然あると思うんですよ、はい、ただただ中田リッチは根性あるんで、はい、ね、はい、でまあだから打撃戦にならなそうなんですよね。向こうはやっぱり組んでくる、絶対組んでくると思うんで、はいはい、多分両選手は15分かけてワンチャンスをものにしようと思ってると思うんですよ、はいはいはい、15分かけて1回組んで倒せればいいみたいな、うんうんうん、15分かけて組んで倒す、なるほど、1ラウンドもなくとももうだからやられても、はい、ガッてやられても目だけはずっと輝かしながら殴られても、はいはい、両選手の方こそ我慢強く我慢して、はい、で1回組めれば倒す決めれるみたいな、はい、感じだと思うんですよ、はい、そこを中田ザリッチは殴って殴り倒すっていうところだと思うんですよ、はいはい、で、この試合で、まあ、僕は中田ザリッチのあれなんで、はい、もう多分もう両選手がザリッチが何するかっていうのって多分まあ殴ってくるんだろうと思ってると思うんですけど、はい、まあこれはね、はい、はっきり言いますよ、もう、はい、休めると思うなよっていうところですね。どちらもですね、両選手も、はい、もうリッチも最初からドロドロの展開に持ってこうと思ってるんでドロドロにしようと思ってるんですよ、はい、まあ僕らでいう総合格闘技でいうドロドロに持ってくっていうのは、はい、もう我慢大会なんですよ、はい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 、それはどういうことかっていうともう海の中で足首掴んでズブ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 って深いところ潜ってどっちが長く息止めてられるかでズブ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 って苦しい苦しい苦しいってなって最終的に引っ張って泡吹き始めたら自分が上がるみたいな、泡吹くまでズブズブズブなんですよ。泡吹いたら初めて上がるっていうところなんで、それがザリッチはディフェンス、ザリッチ男、あとはまあそれがハーツでよく言う戦い方です、はいはい、ハーツの選手によく言うのは僕がよく言うのはもうそれ、泡吹くまでお前足首持っとけどういうレース、泡吹くまで持ってるもん。だからそれってだから我慢大会ですよ、はいはいはい、我慢大会、はい、先に出ないってことですか。先に出ない、泡きついところ、はい、でも例えばですよ、よく考えてください皆さんもね、
最初から自分は泡吹く覚悟でのと、綺麗に戦おうとか、あのチャンス見たら倒してやろうとか、あのテイクダウンして決めてやろうと思ってるわけですよ。チャンスあったら決めてやろうとか。でもこっちは鼻からズブズブなのにしてやろうと思ってるんですよ。なるほど。そうすると覚悟がある方が結構息が長く持つじゃないですか。もう鼻からあの息止めるつもりでいるんで。1ラウンドからね。鼻から。もう鼻からですよ、もう。それいう戦いですよ、だから。超楽しみだな、ね。あ、1から。あのアメリカントップチームのポッドキャストで、あのその中で堀口選手が自ら語ってます。あ、本当ですか、じゃあ。いいエージェント、超現実的な話じゃないですか。間違いないんだ。ちょっとその話はちょっと後にしましょうか。いや、すごいな。今、その話がしたくてしょうがないですけど、今。今、すいません。ちょっと、あの、モンザレスさんが、堀口教授のフリーエージェントの件について話してきたんで、ちょっとそっちに、あの、完全に心を奪われてるんですけど、でも、一生懸命、あの、パンクラスの、リョーバーサス中田ザリッチに意識を持っていこうと思うんですけど。みんな結構、あの、視聴者の方も、ザリッチとかリッチとか言ってますよ。あ、リッチが。中田ザリッチは確かに長いんで、ザリッチでもマジで、多分おそらくですよ、おそらく面白い試合になると思いますけどね。あとね、質問で、はい、ザリッチ選手の入場はリッチな入場するんですかって質問がありますよ。あいつ多分おそらくですけど、円矢じゃないのかなと思うんですけど、円矢結構ファーファー、そうだから個性は出てると思いますよ。なんかあのそんなノリノリのとか、そんな、そんなあの下民のやるようなねそんなノリノリでかっこよくするとかっていうんじゃなくて、やっぱり円矢でちょっとやっぱりちょっと品いいですよ。品がいいんですよ、やっぱり。タイツでできそうだよね。心を落ち着けて、心を落ち着けてやるっていうところなんで。でもヒロミも生で直接歌ってお父さんとかそれまだ言ってない話ですそれまだちょっと言った言ってない、いや言ってないですでも知ってますけどね、みんな見てる人はね、言ってないと思いますよ、はい、調べたらわかる、はい、僕そこの話してないと思いますよ、はい、前は結構事務所の名で言ってた事務所の話してないですよね、あれしましたっけ、軽くしたんじゃないか、はい、軽くしました、てかね、もうコメントに完全に出てましたけど、はい、事務所の名前ですか、事務所でそのファンがね、ファンがね、知ってる人が、あ、本当ですか、出てます、あ、そうなんですか、大丈夫です、大丈夫ですね大丈夫ではないですけど、大丈夫かどうか、素質ではないんだ、大丈夫か分からないですけど、あの、もしかしたらですけど、中田ザリッチでタイトル取ってるんで、ご両親見てる可能性ありますからね、本当ですね、大丈夫です、余計なことはもう言わないです、やめてください、サスタバ風呂で入場とか札ばらまきながら入場みたいなの、いや、あのね、皆さん勘違いしてると思うんですけど中田ザリッチ、ね、下品じゃないんで、上品で品がいいんで、あとあれですよね、収入は別にあえてそのもらってないんで厳しい生活、中田ザリッチ自体はリッチじゃないんです、あの親、ご両親結構厳しいんで、すごくご両親厳しいあれなんで、好きなことやってそうやってやるんだったらっていうところで、お金はあんま与えてくれてないですよ、その代わりあの旅行とかそういうあの経験としてはいい経験は与えてあげてるけど、美味しいところご飯連れてくとか、でも経験は与えてるけどお金は与えてないですよ、そうで、それってすごい素敵なことじゃないですか、親としてすごいいい教育だと思いません、ね、経験は与えるけど、いいですよね、じゃあ別に一人で高級車乗り回したりとか、全然ないです、全然ない、だって会費滞納気味なんですから、あいつ言ってましたよね、そう、毎月毎月うちの、バイト代であいつは会費僕が天引きするんで、あいつ自体は払ってこないんですから、ちゃんと寿司屋でバイトじゃないっていうところも知ってる人、皆さん、ああよく知ってるんですね寿司屋でバイトじゃなかった中田リッチよく知ってますね、 あいつ言ってんだっしょ、まあでも、そうですよ、うん、そうなんですよ、だから、うん、だから、本当に、本当ご両親は本当に、うん、すごくしっかり素敵ですよね、すごい素敵ですよ、リッチですよね、育て方も本当にですよ
ご両親が本当に、ね、育て方がリッチなんですよ。経験は与えるけど実弾は与えないっていう。新日レインメーカーみたいな金の雨が降るぞみたいな感じ。原因ですよだからレインメーカーとかも原因ですよそれ、はい、ダメなんですか。そうなんですよ。いい教育ですよね。ただお金が必要ですよね。だからまあ、本当にそのそういう品があるんで、あいつ自体も品あるじゃないですか、すごい、うん、すごい品あるじゃないですか、うん、だからそういう皆さんの思うようなちょっとその下品なお金ばらまくとかそういうのって本当に品がない人たちがやるね。成り上がった感じの人たちがやることなんで、簡単にイメージするのはね。そう、そんなね、うん、お金が有限なものだっていうことも知ってるご両親なんで、そんな品のないことしないですよ。大沢さんもお金ばらまきたい派ですよ。ばらまかないですよ、僕はもう本当に。確かに。だってニューカレドニアに行きたいから頑張るとこもあるじゃないですか。そうですね。仕事とかね、戦いもそうですけど、はい、でもニューカレドニア連れてもらってるんですもん。そう、ニューカレドニアとかベナン、ベナン、ベナンとかね。行かないですよ、普通。それでやっぱり闘争心があるのがすごいな。あいつ自体はね。だからそういう、そういう教育も受けて、はい、あいつ自体すごいコンプレックスも抱えてるんで、はいはいはい、なんか親の名前だけいつも言われて、はい、それでなんかこうドラムスコじゃなくて何でしたっけ、バカボンって言われるっていうのをすごい気にしてるんで、そっちの方がいいのかな。バカボンだからね。そう、だから本当にそのね、そこら辺を見てもらいたいなっていうね。ただのザリッチじゃねえぞっていうところで、まあちょっとザリッチの話とかって面白いんでね、ちょっと話長くなりすぎちゃうんで。長くなって447。ああ、そうですよね。リッチですよ、これ。リッチバランスだよ。444ってだって長嶋茂雄の最後のホームラン数ですから。なんで急にそんなぶっこんでるんですか。なんでそっちか。豆知識。4が3つ並ぶといつも。まだ野球部ですもんね。そうなんですよ。はい、っていうところですね。いや、いいですよ。ぜひ見てほしい。はい、でも今日は話したい話がこの3つじゃないんで、堀口教授フリーエージェントなんで。ダメですよ、それ失礼ですよ。だからここら辺はあとはちょっと早めに行っちゃっていいですか。どうぞ。あー、だけど平たい月ザンボアンガハムソヒとか超話したいですけどね。でもちょっと駆け足にしますよ。いや、平田さん勝利しましたね、本当に。どうでした。いや、なんか僕的な話ですよ。僕、平瀬さんって前回セコンドもついてたりとかするから、完全にその部外者な感じじゃないんですよ。まあ今はもう離れちゃったんで、それはまあ平瀬さんが離れたら喧嘩別れじゃないですよ。はい、何も言ってないですか。はい、喧嘩別れじゃないです。なんか振られた感じみたいな感じですから、もっといいところがあるっつって。自分にも聞いてないですよ。いいところがある。もっといいところがあるって言って、はい、アーセンのところですね。そう、はい、アーセン君のところ、はい、まあもう今もうはっきり言ってインスタとかでも一緒に出てるんで、はい、もう隠す必要もないと思うんですけど、はい、まあ、2人で、はい、二人三脚でやってるんで、はい、僕もまあそれでやるのはそっちの方がいいと思うし、はい、なんかね、それでやってたら、はい、やっぱりまあ いろいろ言う人たちはいると思うんですけど、はい、まあ、最後打撃でダウンもらったりとか、はい、でもやっぱ組み技の力はすごいあるし、組んだら結構、うん、ね、圧倒してて、うん、だから僕は平田さんがまあパスガードできないとか決めれなかったとかっていろいろあると思うんですけど、はい、でも MMA ってテイクダウンしてで上から削るだけでよかったりするんで、僕は相手って結構打撃は僕結構打撃ちょっときついなと思ってたんですよ、うんうん、だけど僕は一回5月とかって試合相手で僕行く感じだと思ってたん で、うん、でその時の作戦だったらもう何としても組もうよみたいな感じだったん で、うん、で組めればどうにかなるだろうって、組めれば僕はいけると思ってた。平田さん結構組強いんで、うん、組が強いのはもう分かってたんで、うん、だけど組めんのかな、だから組んだ時のテイクダウン取れないのかじゃないのかなと思ったんですよ、うんうん、あ苦戦するんじゃないのかなと思った、うん、でもそこも結構圧倒してて、うんうん、で殴られながらも結構やっぱ打撃で
ポコスカもらうっていうのはそれは多分想定内だと思うんで、前の試合とかでももらいながら、あの前の日本人の中村美久選手の時とかはもらいながらもらって、もうなんか開き終わってグランって組んだら、組んだらいけるみたいな。だから変な話、中村美久戦と同じだったと思うんですよね。でじゃあ何かこう今回の試合で何か新しいものが見えたのって言ったら、そんなには見えてないんですけど、でも組み合わせやっぱ強いよねっていう、そこは見えたのは良かったんじゃないのかなと思ってて、なんかそのなんか結構そのマイナスの意見の人とかも、なんか意見の人っていうか、まあ僕はまあツイッターとかであんまりその平田さんのこととかでそんなに追っかけてなかったんでわかんないですけど、まあなんか青木くんとか、まあ青木くんがっていうか、なんかこうアーセン君があのインスタでちょっとこうすごいなんかカットのになんか、いやなんかみんなすげえいろいろ言うけどみたいなので、めっちゃなんか落ち込んでながら、あのその SNS 界隈の人たちに、ね、怒ってたんですよ。そんなになんか言うほど、今回の試合に関してですよ、今回の試合に関してそんなに悪くなかったんじゃないのって僕は思ってるんですよね。なんか投げからのポジションに、ポジション取る動きとかが、なんか狙ったところにちゃんと投げてる、取りやすいように投げるっていうとかの精度がすごい上がってたから、苦し紛れに投げるじゃなくて、狙った感じちゃんと投げれてるっていうね、それもあるし、なんか今回の試合に関して言うと、僕は絶対勝つことが大事で、で相手のレベルは僕が見てきた試合で言うと、組み技もそこそこできるし、なんかその下になったらあんま強くなかったんですけど、でもいいところをあっちが取ったら強かったと思うんですよ。バック取ったらうるさい感じだったんで、自分から攻めれればよかった、いいけど相手のペースだとちょっときついよねっていうタイプだったんで、相手の苦手なところで勝負できたっていうところで、ああいう感じ、相手が弱く見えたと思うんですけど、決して僕は弱くなかったと思うんですよ。そうだから、勝てば御の字 で勝って、しかもああいう勝ち方してるんだから僕は良かったじゃんと思うんですよね。そうだから、なんでそんなにあのアーセン君がなんかそんなこう周りに対して怒るとか、なんかあのでそれに対してこう SNS 会話の人たちがなんかアーセンだからどうだこうだとか、なんかまあだから多分アーセン君がナイスナイスしすごい言ってたところに対して、多分まあそれは解説で青木君がやっぱり、青木君がいや今のはナイスじゃないですねって、じゃあ青木君だったらそうだと思うし、まあ青木君のセコンドだったらそういうふうに言うだろうなと思うんで、まあで青木くんが辛口なのは、多分僕が24日の試合とかで、多分サルタとの試合の時って多分、まあ、僕はすごく怒られると思うんですけど、まあそれはもう分かってる。なんで予告してるんですか。いやでもそれはもう分かってる。で多分みんなも多分僕については多分すごい怒ってくると思うんですけど、でも僕はそれは青木くんだからそうだと思うし、青木くんのセコンドだったらそう言うだろうなと思うし、うちはうちでそれでやってることだし、僕は本人がやれることしか言うつもりもないしね、だからセコンドって、セコンドだからその部外者じゃ分からないところってあると思うんですよ、こういう作戦で行こうよと、この本人同士がやれることとやれないことってセコンドが分かってるから、だから例えばその周りの人たちがああすればよかったじゃん、こうすればよかったじゃんってあると思うんですけど、でもそれができないの分かってるからそうしようっていう場合もあるし、そうじゃない場合もあるから、いろいろ分かってるのはセコンドのところだから、そのあんまり周り地が入ってけないことの方が多いって僕は思うんですよ。そうだからアーセン君自体が見直した時に、あそうだったなと思うんだったら反省すればいいし、そうじゃなくて自分たちでやれることをやったと思うんだったら胸張ればいいし、そうだから僕はそのセコンドの時とかに、例えば解説の人とかが結構僕に対して厳しいことを言ってきたとしても、僕らはそういうふうにやってきたから、
それは別に関係ねえなと思うし、あんまりそこは気にしないんですよ。で、多分言われて、うん、青木くんっていうことって、組み技に関して言うと、多分一番いいことを言ってると思うんです。僕の中で。一番いいことを言ってると思うんですよ。で、あ、そうなんだなと思うけども、うん、だけど当人同士で試合の時ってそうじゃない風にしようよっていう風に確認してたんだったら、うん、僕はあ次回はそうした方がいいかなとは思うけど、うん、そうじゃなかったら僕らで言ってる話でいいから、うん、それでいいやって思うんで、うん、そこはあんま気にならないし、であとは打撃とかそこら辺に関して言うと青木くんの考え方と僕の考え方違うこと結構多いんで、そこはあんま気にならないし、だから多分これは僕がこうセコンドワンとかシュートとかで青木くんにセコンドを青木くんが解説でセコンドをしてる時って青木くんはすごく合ってるとは思うんですけど、それは合ってると思うんですよ。やっぱり組み技に関して言ったらもう本当に右に出る人いないんで合ってるんですけど、でも練習を見てる人同士だとできない、それこま青木くんだったらそうなるんだけど、自分たちはそれができないし気づいてなかったからそういうことをやってなかったんだとしたらやってることを言うべきだと思うんですよ。だからね、青木くんに厳しいこと言われたとしてもそれは次回に生かそうと思うだけで、その場でやってたことに関しては全然僕は皆さんあんま気にする必要はないなっていうか、なんか次回こうすればいいなと思うことに役立てればいいだけで、あんまりそんなに気にしないっていうか、うん、だから、まあ、トーナメントですからね。そう、ま、だからいろいろなセコンドの人たちが、まあ、気にしてる人たちっていたりするんで、勝ったらそう、だからアンセン君に関して言うと僕はそこ気にする必要ないんじゃないの、次に向けて生かせばいいじゃんと思うところなんで、はいはい、あんまりね、アンセン君がまあだから経験がないし叩きやすいじゃないですか、はい、やっぱり実績がない中で、はい、やっぱり格闘技界のロイヤルファミリーで生まれちゃってね、はい、うん、目立つところでやってたんで、はい、そこはあんまり叩かれやすいんで、やってることは、はい、まあ、自分自身がよく考えてやったんだったらもう開き直ってよくやったと思ってやらないとメンタルきついぞと思いますけどね。次は勝ってまだ決まってないんですよ。まだ決まってないですよ。可能性はあるんですか、可能性してやる可能性は。いや僕はね、あえて分けます。あ、まあ、分かんないですよ。これ投票なんですよ。ああ、そうだそうだ。そうだから僕はスタンプがいいと思うんですよね。はいはいはい、絶対スタンプがいいと思いますよ。みんなきついですよ。まあそうですよね。みんなきついけど、スタンプなら組んで我慢、組む前に倒される可能性はもう大いにある、はい、でも組んだらどうにかできるなっていう感じです。大沢さんのセコンド電撃復帰はあるんですか。どうだよさ余計なこと言ういいじゃない、止まりますよそこは。止まりますよこの前の予定通り、じゃあ決勝で平田選手とハムスギが戦って涙する、泣くっていう、泣くっていうっていうところじゃないですか。 BB メールがね、いやだからメイトがね、ちょっと残念でしたけどね。でもね、みんなね、今回の決勝の準決に残ってるやつってリトゥ・フォーガットとかってインドのレスラーですけど、綿棒とか根性で倒したじゃないですか。僕ね、あれ結構平田さんちょっとブー悪いと思うんですよね。レギュラーできないんですけど、レスリングめっちゃ強いしすげえ根性あるんで、ああいう競り合いは僕若干苦手じゃないかなと思うんですよ。平田さんはなんかイケイケのタイプなんで、ああいう競り合いは結構きついんじゃないかなと。好きなタイプの、僕は競り合えるやつ好きなんですよねその溺れさすようなやつ。そうそうそう、だってやっぱね、僕自身がね、やっぱいろいろ苦労してきてるんでね、なんかもう我慢強いやつ大好きですね、なんかねなんかそんな華やかじゃなくて、なんか
我慢に我慢を重ねてなんかこう栄光をつかむみたいな、僕はそういうやつ結局僕はあの掴みきれなかったですけど、でもやっぱりね、なんかあの自分の人生を重ねるというか華やかに生きてきてないんで、なんかこうずっと物事って僕自身はうまくいかないで、ずっとなんかこういつもなんかこう掴めずに終わってる。だからなんかあの頑張るやつって掴めないで掴めないで、もうできるのって我慢しかねえだと思うんですよね。そういう人がね、僕はねすごく応援したくなるっていうかね。次のやつ大沢さんに解説するパターンもありますよね。あれできないですかね、副音声2個選んでね、青木選手と大沢健二どうなるか、それは分かんないですよね。どうなるのかは分かんないですけど、好きな方を選んでください。会場でもう本ちゃんのやつに大沢さん日本語で抱える範囲あ、だからラジオで勝手にやっとくとか YouTube だね、 YouTube で勝手にやっとくとかね。まあでもあのいや平瀬さん純潔残ったのめっちゃ面白いと思いますけどね。マジでめっちゃ面白いと思いますよ。でそのやっぱり女子のその格闘技をなんかその技術が レベルが低いだなんだとかっていう風に、あの僕が思うのはこの見方としてですけど、結局格闘技とかって僕レベルじゃないと思ってるんですよ。だから1回戦あのデビューしたてのやつでも僕すごい楽しめるんですよ。技術で見ちゃうと、格闘技って技術で見ちゃうとって、技術で見てたってこれすごいレベル高いよって言われたって、相手の僕が寝技とかで、例えば柔術とかってある程度の一定のレベルになってくると、相手が強い、すごい強くないと、相手が名前知らないと強いか強くないか分かんないですよ。名前の知らないすげえ強い同士がやってたら僕らレベルなんて分かんないですよ。本当にやってるよく知ってる MMA でもすっげえレベルの高いやつら同士が膠着してたら分かんないですよ。でも片方が強いやつに対して名前の知れないやつがやってたら分かるわけですよ。なんで膠着してるかが分かんなかったりするから、だからレベルってそんなに大事じゃなかったりすると思うんですよ、僕はね。だから女子がレベルが低いからどうだこうだで女子楽しめないとか、はっきり言って、まあ例えばあの分かりやすく言うと、青木くんがなんか女子の試合がレベル低いからあんまりとか、まあなんかでちょっと言ってたりとかしてたんですけど、中継の時にね。あとは階級も70キロより下だとそれはちょっととかって、そんなに面白くないみたいなことを言ってたんですけど、僕の感覚からするとレベルの高さとか体重がすげえでかかったら、でかいっていうのが分かれば面白いんですけど、でかく見えてるやつ、身長が公表されなかったらあんま面白くないと思うんですよね。身長が公表されないで、僕パッと見てたら185センチのやつと2メーター同士が戦っててあんま分かんなくないですか。だから結局そういうのって発表されたら面白いんですけど、185センチ同士とか175センチのちょっと小ぶりとりのやつ同士が戦ってたら、でかいやつが戦ってるように見えるし、そうだから、だってゴンザレスさんとかってめっちゃでかいじゃないですか。でゴンザレスさんでも身長って175ぐらいですよね。175ぐらいの110キロなんですよ、ゴンザレスさんって。でゴンザレスさんが175センチの110キロ同士で戦ってたら、レフリーもそんぐらいの背だったら、ものすげえでかい大きなやつが戦ってるように見えますもん。そうだから結局サイズだったりレベルって肩書き知れば面白いんですけど、でもある程度の一定のレベルになってきたら、相手のレベルが高いっていうのを知らなかったら、膠着してたりしてたらあんま分かんないですよ。まあレベル低かったら分かるんですけど、でもレベルが低くてもめっちゃ殴り合ってたり、めっちゃくるぐるぐるぐる回ってたりしたらもうめっちゃ面白いんですよ。女子はそれも面白い。そう女子が戦ってるのも面白い。で言ってみたらこれ言いますよ、
僕のワンチャンピオンシップの前半の解説見てくださいよ。本当に。まあ、最終的に。いや。これ、自分の宣伝じゃないですけど。あ、そうですか。気のせいです、ね。もう絶対にですよ。絶対に言ったら、僕のワンチャンピオンシップの日本人が出てなかったりする前半の試合、見てくださいよ。はい、俺、めっちゃ楽しそうにやってますよ。ボクシングもね、だからチャンピオン戦だけが、タイトルマッチだけが盛り上がってるわけじゃないんじゃないですか。そうなんですよ。ボクシングだってタイトルマッチだけが盛り上がってるわけじゃなくて、あれはタイトルがかかってるって知ってるから面白いし、だからなんか勝ち負けでどっちかが失うと思ったら面白いし、レベルの高い者同士が戦ってると思ったら、うん、なんかそんなに技術知らなくてもすげえものが見れてると、うん、でもすげえ目が濃い、技術が分かってる人たちじゃないとその高いレベルって分かんないですよ、うん、だから僕とかで言えば MMA で、うん、名前の知られてない同士で例えばロシアの連中が戦ってたら、うん、うわすげえレベル高いって思うんですけど、うん、でもすげえレベル高いと思ったら、うん、戦績見たら結構成績の浅い者同士だったりするんですよ、うん、実績があったりするわけじゃないんですよ、うん、だからなんか確実に実績があるかないかっていうのは分かんないですよ。あでも強いなと思ったりするんですけど、でも強いなと思ってたらパッと次の試合でなんかしょうもないやつに負けたりする時もあるんですよ。だから結構レベルが高いかどうかって片方が強いやつに対してやってたら分かるんですけど、全く知らない同士がやってたら意外に分かんないんですよ。はっきり分からない。試合として面白ければそれでいいわけ。そうなんですよ。見てる人は多分そこまで。そうだからあんまり女子だからどうだとかレベルが低いからっていうよりは、はい、格闘技の面白さって気持ちのぶつかり合いが出た時が面白いと思えばもうね皆さんそれで楽しめるんですよ。いやこの前のケイト・ローザス選手の試合とか YouTube でも見れますけど全部面白い。ああケイト・ローザスさん倒れてるケイト・ローザス組んでるケイト・ローザスも全部面白い。そうだからだケイト・ローザスがやるからでしょ。だからそれがね例えばですよ、じゃあ眞子さまとかがやったらもうそれだけで面白いじゃないですか。皇室の普段そんなじゃない人がもう頑張ってるだけで面白いんですもん。いやそれだとせめて小室圭さんでしょ。小室圭さんでも面白いじゃないですか。そうだから僕の思う格闘技の面白さってあんまりレベルで見ない方がいいですね。レベルって知ってたら面白いんですけど、知ってたらなお面白いけど、知らないレベルがあんまりあやふやな場合って僕はもう気持ちだったり展開が面白ければもう面白いんですよ。レベルっていうことで言うと日本人がよく陥りがちなのが最強じゃなきゃ意味がないっていうところにつながってくる。そうそう、だからそれが僕は面白くなくなっちゃうんですよね、うん。なんか格闘技の面白さって特に MMA って技術がいろいろ出し合ったりここでこれするとかあとはぐるぐる回ったりあとは気持ちの戦いになるからいろんな見方ができるんですよ。だからですよ、格闘技を技術で語ると面白くなくなっちゃうんですよね。だって技術で語ったらレベルが高いやつの試合しか面白くないんですよ。だからボブサップが出てきた時の面白さが分からない。そうなんですよ。だから僕が思うのははっきり言いますよ、はい、言った後に多分皆さん言った後に絶対に言うのが、うん、お前そういうのってさって言うと思うんですよ。でもはっきり言いますよ、僕の解説で格闘技見てください、うん、ね。ああ、え？僕言う前に言いましたよな。ああって言うよって言いましたよね。いや言った通りですよ。それはちょっと前の僕だったらそう言いますけど、はい、自分で解説初めてやったんですよ。はい、ミャンマーレイでね。あの時にいろんな解説者の動画とか調べたんですけど、はい、最後参考にしたのは大沢健二。いやそうなんですよ。テンションを上げてね見れる方がいい。いやだから僕がやる格闘技の見せ方ってこうやって見ると面白い、こうやって見ると面白いでしょって見方なんですよ。それって僕がこうやって見ると僕テンション上がるっていう、その何て言うんですか、
自分がテンション上がる見方を見つけてる感じなんですよ。あ、大沢さんがセルフプロモプロデュースプロモーションしてる時の今の参加人数が555人。あ、ありがとうございます。そう。でも、いや格闘技を見るので技術で見たら面白くないっていうのはもう絶対そうなんですよ。だってそしたらナンバーワン以外面白くないし、ナンバーワンの寝技持ってるやつ以外面白くないし、はい、ナンバーワンの寝技あ打撃持ってるやつじゃないと、なんかそれって物足りなさ感じちゃうんですよ。だからね、そうだから一番同士が戦うのが面白い。だから言いますよ、はい、もうあんまり言いたくないですこれ、はい、あんまり言いたくないんだよな、はい、でも言うと多分みんななんか言うんだよな。でも言いますよ本当怒らないで聞いてください皆さん、僕の解説で格闘技見てください。でも大沢さんが一番楽しんでるのは分かりますけど、丁寧に振ってるのは丁寧すぎるな。ギリギリアウトぐらい丁寧に振ってる。どんな試合も大沢さんが一番楽しんでいる。いやいや、だからで、じゃあなんでそうなのって言ったら、僕はそれでテンション上がるから、僕が自分自身がテンション上がる目線を探しに行ってんです、解説の時って。それはすごいよくわかりますよ。わかりますよね。あれ僕はあのグラップラーバキを読んでた時、はい、あの半端裕次郎の試合の後のメインが、はい、バキ VS しのぎくれはだったんですよ、はい、メインが最強じゃないんですよ、はい、最強じゃないものがメインに来ることがあっていいのかと思ったんですけど、はい、これはこれで面白いっていうことで、あの板垣先生はそういう書き方をしてるんです。ありがとうございます。つまり面白ければ最強じゃなくても別に。そうなんです。だから格闘技なんて面白ければ最強なんて決定する必要ないですから、まあ、いいですか、いいですか、はい、おもうみんなおおが、いやもうマジであのねおおって言った人いいね押してもらいます。俺予言してましたから、俺あのはっきり予言してましたから、多分みんなおうおうそうだよなって言うっていうね。しかもね、手短に話すってもうこれだけで30分火入ったもん。すごいすごい。何の話でもないこれ。何の話でもないでしょこれ。でもさりげなく女性格闘家の試合のケイト・ロス戦とか平田さんの選手が変わったから次行けますよ。そうもうちょっと今この余韻これもうちょい噛んでてもいいですか。大丈夫です。俺今口の中に入れたらまだ結構味残ってるんでもうちょい噛んでてもいいですかね。みんなが おーってってるんでいいんじゃないですか。もうちょいね、もうちょいね、もうちょいだけいいですか。もうちょいだけ、だってだって女子の試合ってだってディープジュエルスのフライ級トーナメントなんてもう僕らが言ってたじゃん ね、僕らが言ってましたからね、フライ級の女子のフライ級やったらすげえ面白いよって。これに渡辺香菜さんとか杉山静香、ケイト・ロータス、中井廉で出たらマジで美女格闘家最強決定戦ですよ、これ。ライジンのバンタム級、ね、トーナメントに匹敵。そう。もうね、これね、同じ現象は他の競技でも起きてますから、うん、昔、日本柔道の女子の試合なんて、うん、はっきり言ってみんなそんなに見てなかったです、うん、もう今回の東京オリンピック、女子ばっかりでしょ、注目は、ね。そうですよね、うん。ものすごい面白かった。いや、もう、いや、女子は面白いですよ。負ける意味があんまりね、うん、あのエンターテインメントとしてはない。そうなんですよ。女子の方が華やかだし、そもそも。そうなんですよ。だから、あんまりその、僕が思うのは、技術とか、じゃあ体重がでかいからって、じゃあでかいから、さっきも同じこと言いますけど、じゃあ画面だけ見てて180センチ同士が高い感じで見えてたら180センチぐらいだって分かるって、これヘビー級だよって黙って見せられたら、あ、2メーター同士が戦ってんだって思っちゃうでしょって思うんですよ。言われなかったら分かんないです、数字なんて。ヘビー級だって言われなかったら、もうみんなでかいからでかさ分かんないですよ。そうなんですよ。だからその理論ででかかったらいいって言ったら、だったら70キロって変わんないじゃんって。だ70キロヘビー級70キロまでありだなはなくなっちゃうよって感じなんですよ、はい、でも結局格闘技なんて気持ちが見えてでぐるぐる回って展開が分かんなかったらもうはっきり言って面白い。野球とかだって、野球だってじゃあ甲子園レベル高いのって言ったらレベル高くないじゃないですか。でも点数が入ったり入んなかったりでもうそれだけで面白いじゃないですか。だからはっきり言いますよ、格闘技スポーツ全般に言いますよ、もうシーソーゲームだったら面白いし気持ちが見えたら面白いですよ。だって最終的に行き着いたらストリートファイトの
素人の喧嘩がもう一番面白いじゃないですか。一番面白かったりするじゃん。そうだから格闘技にレベルはあんま持ってこない方がいいよっていう、はい、で自分が見てた面白い試合がすげえレベル高かったらラッキーだよねぐらいで、結局シーソーゲームで気持ちが見えてりゃ面白いんだから、あんまり技術は言ってくれんなよって話なんですよね。で分かりやすく僕は技術は分かるところだけは言いますけど、あんまこれ以上言ってもどうせ伝わんねえだろうなと思ったら言わないんですよ。女子学は高校野球、そう高校野球がレベルみんなが楽しむのってそういうところじゃないですか。みんなが負けれないから、あれもそうでしょ、箱根もそうでしょ。いや箱根なんてそうじゃないですか、すげえ速いやつじゃなくていないです。あんだけ出てたらちょっと速いぐらいのやつ、ちょっと街の速いぐらいの人だっているわけじゃないですか。だけどみんな熱くなれるんだから、だからレベルなんてスポーツね、黙って見てたらレベルなんて分かってないだろうと思うんですよ。いいこと言うやん。そうもうすごいですよ、もう今ボイス音量がもう半端なかったもんね。いやーもう本当にねもうちょっとだけって言ったらめちゃめちゃ喋ってる。いやこの件に関して言うと僕はスポーツ の, 女子はレベル低いからあんま楽しめないとか、そこはちょっと違うよと思うんで、全然、あれだし、軽量級は面白くないっていうのもそれもちょっと違うよと思うんですよ。それなりに楽しい、いやいや楽しみ方を分かってれば面白いよっていう。だからこんなの低いじゃんって、だからその、最初からこう冷めた目線で見たら面白くないけど、ちょっと何が起きるのと思ってみたら僕は絶対面白いと思うんですよ。おさんいいですか、そろそろ。すいません。すいません。ごめんなさい。30人ぐらい。そろそろいいですか。もう、うんって言う人。じゃあ音だけ出して。音だけ。堀口教授の。堀口の。はい、ああ。I'm free agent right now って言ってましたね。この前後にライジンのベルトの話とかしてるんですよ。でそれでその流れで司会者が「ちょっと待って、それやら試合やらないって、どういうこと、ああいうフリーエージェント聞いて、でそれでそうなんですっていう。じゃあもうタイトル、じゃあバンタム級グランプリの勝者がチャンピオンになるってことですか。そういうことですよ、やらないってことだもんな、はい、うん、でこれってじゃあ皆さん、これ堀内教授フリーエージェント、僕今ね、皆さんね、今ね、ニュースね、知らない人も多いと思うんですけど、知ってんですか、皆さん知ってんですか。だってコメントに最初に入ってましたよ。皆さん知ってんですか。はい、じゃああんま改めて言う必要ないですか。まあでも、一応改めて知らない人もいるかと思うんで、堀口選手が、ポッドキャストで、うん、ATT のポッドキャストで、うん、ライジのタイトル、返上すると。炎上というか、なんかもうベルトないよというか、まあベルトも持ってないよって言って、はい、で、フリーエージェントになったよっていうことですよね。そうです。で司会者が、フリーエージェントなの？って、はい、聞いたら、そうだよってそこで。で、今言ってましたもんね、はい、フリーエージェントないなって言ってましたからね。はい、だから、その、これでも、アメリカトップチームのポッドキャストなので、うん、なんていうか、適当な番組出たんじゃなくて、一応オフィシャルなの。オフィシャルで、そうですね。話してはいいと。これですよ、はい、これ勝手な憶測なんで、うん、今どんなニュースが流れてるか全然わかんないですよ、はい、もう勝手な憶測ですからね、はい、もし堀口くんがベラトール行きたいんだったら、うん、ライジンでも行けるんですよ、うん、はいはいはい、っていうことはある、はい、っていうことは、うん、総本山、うん、行っちゃいますか。行きますね、これ UFC 行きますね、うん、不確かな情報ですけどチャトリーが接触して一瞬で断られたっていうのが流れてます。ああ、まあそれはね、ああ、なおつってんですね。うん、これはジョークなのか適当にさなんか作ったやつかわかりませんけど、ワン、うん、の可能性は低い。いや、僕は堀口くんの性格からするとないですね。うん。ワ、う、ン、んうん、はないですね。うん、だから。もう UFC じゃないですか、もう溢れてる説が大体3つ4つあって、うん、今おっしゃってたやつで、まあベラトール、それからワンともちろん UFC、うん、ここで大体意見がみんな割れて、うん、ああだこうだ今盛り上がってるところです。僕が思うのは、はっきり言って堀口くんからしたら、うん、ベラトールのベルトってもう持ったんですよ。そうですよね。で持ったものをわざわざ取り返す必要ないじゃないですか、もう取ったんだから、うん、でじゃあ何が嫌だったの言ったら、会に負けたことだけなんですよ、はい
それで下位に負けたところを払拭したらもうあとやることないですよ。そうするとこれファイター的な感覚からするとファイターって基本的には上にずっと階段上がってきたいんですよ。それで一番上になった時にやることなくなったらあの自分の名前の価値上げたいとかそういうこと考えるっていうかね、できればどん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 上に上がってきたいんですよ、まあ、それかすげえお金稼ぐか、はいはい、まあ、2パターンだと思うんですけど、お金稼ぐか上がってきたいか、ワンで DJ ともう一回やるみたいなパターン、いやーもうそれはもうテンション上がんないじゃないですか。なるほど。だとしたら今あのやっぱり世界一って言われてる UFC の方に、だってワンははっきりチャンピオンになったやついるわけですもん、はいはいはい、そしたら折口は、うん、あれでしかもアメリカ行ってアメリカ戻ってじゃあいざ日本でとかってなって隔離とかいろいろ考えたらもうそれだったら UFC で試合やった方が早いだろうと思うんですよね。 UFC なんかね、そうじゃないですか、移動のあれとか隔離期間だとかいろいろ考えると、ああ結局アメリカにいる方が練習もやりやすいし、ああ移動もないし、そのなんかいろいろな細かい話ないじゃないですか、ああでスケあの自分のコンディションも作りやすいしね、ああそれから初戦ケイプとやんないですよね。気になるのはあれルグですね。でライジンとの契約とか残ってなかった。いやだからそれは切れるような感じだったんじゃないですかね。おそらく、うん、多分堀口くんとかだったら多分自分の中に少しそこの契約の中に残しておいたんじゃないですか。うん、あとでも気になるのはあのカイくんのモチベーションとかはどう。あだから。モチベーションは逆に言うとここで勝って UFC 行ってそうあれやりたいならあれ堀口がね海君来なよ一緒に UFC 盛り上げよう日本の UFC 盛り上げようよじゃないですか。だって例えばあれ堀口君の目線からしたらそんなにやりたいんだったら UFC 来りゃいいじゃん、来て勝ってりゃ絶対やれるよっていう風なわけだから、そうすると海からしたらじゃあいいよここでタイトル取って、うん、じゃあ UFC 行ってやるよになるんじゃないですか。あと気になるのは坂上さんとは仲そんな悪くないじゃないですか、堀口さん、はいはいはい、堀口君自体はってことはあんまそれはあれじゃないですか、多分ライジン側からしたら堀口君に関して言うと行きたいタイミングであの契約が解除できるっていうのは残しておいたんだじゃないですか。でそうするとライジンの価値というかとしてもいい橋渡し、まあライジンからしたらまあ UFC 行くって言ってでまあチャンピオンになって行くんだったらしょうがないっていうところあるんじゃないですか。でケープだってそうだし、まあアメリカで拠点も置いてるんだから、うん、あのそれしょうがないよねはあると思いますけどね。いいですね、でも追っかける漫画みたいなね。そうですね。であれでしょ、大沢さんが朝倉海 VS 堀口教授の時に泣くんですよ。泣きますよそれはもうアメリカまで浮かけますよ。ほら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 多分ファイトパスで泣きます、ね、あれですね、生配信しながらここぞとばかり気になるのはね、後追いの情報がまだ出てないんですよ、はい、本人のこのポッドキャストで話したのが今走ってるから、うん、この後だからどういう風な契約であの解除されたのかフリーエージェントになったのか本当にあのどこかと契約結ぶのかとかまだ全然わからないんで、でも僕はおそらく UFC だと思いますけどね、うん、UFC で会ってほしいですね。うーん、そこまでやるんだったら本当に UFC の話行ってほしいですよ。これで日本人が勝てるって元気、ただその今の世の中の格闘技ファンの感じでいくとアメリカで練習してるから強いんだになっちゃうから、堀口くんが勝っても、うん、ATT で練習してるから強いになっちゃうと思うんですよね、うんうん、だから僕からすると海とか朝倉海が、うん、USC 行くとか井上直樹が日本で練習しながら USC 行って勝つとかの方が僕は価値があると思ってるんで、堀口が勝ったら嬉しいんですけど、でも僕のその本当に描いてる未来ではないなってっていうところですね。はい、そのパターンもあるのか、井上選手ですね。いや面白いです、これバンタム級グランプリでこれ勝った方がタイトル取るじゃないですか、そしたら勝った方がそれでまたベラトールとか取ってくれて、それで UFC とか行ったらめっちゃいいですよね。でもあれあるんじゃないかな、ベラトールであの堀口くんからしたら、うん、あのベラトールでチャンピオンがセルジオペティスになって、うん、でさらにそのマゴメド・マゴメドフが負けたりとかした時に、うん、うわーと思って切りねえなこれと思ったと思うんですよね、うん、
なんかベラトールの絶対王者を倒すだったら面白いけど、うん、なんか強いと思ってるやつがコロコロ変わって、うん、それでじゃあベラトールで取ったって別に価値上がんねえじゃんと思ったら、うん、だったら話早いのは UFC 行った方がいいよなになりますよね、うん、まあでもポッドキャストでペティスとやってベルトを取り返したいって言って、あ、言ってるって言うんですか今情報で。あ、そうなんですか。そう考えようによっては、あの試合も練習も拠点をアメリカに全部移したいっていう可能性もあります。あ、ありますよね、でもね。それでやりながら調整する可能性もあるって。あ、でも今やっぱり、堀口君がペティスと戦いたいって言ってますって言うから、じゃあベラトールでやって、それでベラトールの方だけやりたかったりするんですかね。それでちょっとやったら、あのライジン行くんじゃないですか。あ、ライジンじゃない、UFC 行くんじゃないですか。ベラトールをもうちょいあの口の中でこう咀嚼するんじゃないですか。もうちょいこう噛んで噛んで、はいはい、で味なくなってからあの UFC 食い始めるみたいな。多分もうライジンはもう噛んで味なくなっちゃったんで、いやもうあとちょっとベラトル噛もうみたいな。まあ多分行ったり来たりはきついでしょう。きついですよね。まあ、ね、やっぱコロナ禍でそれは結構きついですよね。まあ、今後はあの2週間の、ね、待機が10日とか言われてますけど、はい、それでもそんな変わらないですね。はい、でも僕はね、UFC 行ってくれよって感じですね。今大谷がメジャーで活躍しているように、それを10年15年前はそんな夢みたいな話だったわけじゃないですか。はい、日本人選手の比率がもっと上がったりとか活躍してくれれば自然となんていうかもっとこういる。いや俺あとね思ったのが、うん、そういう話若干それますけど、うん、大谷が大メジャーリーグでも誰もやったことないようなことやったじゃないですか、うん、俺あれ見たら UFC の日本人のヘビー級チャンピオンも夢じゃないなと思ってるんですよね、うん、変わんなかったもんね。あれ見た時にガヌーと大谷が並んだ時にサイズ感変わんないですよ。まあ、ただね、日本でね、あの体を持ってる人はね、格闘技だからね、本当ですか。格闘技なかなか行けないでしょ、うん、だけど、うん、今はちょっとずつ流れてるし、この前 LDH の、はい、X ファイトで、はい、ライトヘビー級ぐらいの子で、ミドル級ぐらい、あ、ヘビー級で出てるんですけど、ミドル級に落とせそうなやつで、あの、ライズで3勝 3KO の子が、MMA やり始めたんですよ。で、その子とかでミドル級でもでかいし、オカミがミドル級でタイトルマッチやってるんですよ。そんな日本人じゃ考えられないじゃないですか。でまずとんでもないことを やったんですよ、オカミが、うん、ミドル級でタイトルマッチで、あの時だってオカミがトップ5にいましたからね、うんうん、絶対に世界のトップ5でいたんですよ、はいはい、あのサイズで、あの当時の日本人で、あのサイズでありえなかったんですよ。で、オカミが10年前にやれたことを、じゃあこの10年後にヘビー級って俺絶対あると思うんですよね、はいはい、大谷がやれてるんですもん、うん、だから皆さん本当にね、体が大きい子いたらどんどん MMA 進めてください。もしかしたら生で。いや、絶対ありますよ。本当にだって、サイズで言ったら、だって僕の横にいるね、今、画面でいないんですけど、丸山ゴンザレスさんって、あのね、プロレスラーが、100キロ筋肉、100キロの体作るのすげえ大変だって言うんですよ。僕の友達とかで、新日本のレスラーって結構多いんですけど、でそこで100キロの筋肉作るのすごい大変で、それ筋肉でやったらすげえ大変だっつって、うん、丸山ゴンザレスさんって175センチで、で体でかいんですけど、うん、で多分今120ぐらい、まあ110ぐらいですか、うん、今キッキーでそれで中身筋肉で100ぐらいありますからね。105ぐらいあるの。そうで何が言いたいかっつったら規格外なんですよ。日本人でその体はなかなかできないんですよ。で日本人のその筋肉の質じゃないんですよ。で、それがもう まさにそこにいて、で、じゃあ、190センチでそういう、あれ、絶対出るから。だから、そう、だから、UFC で日本のチャンピオン、俺絶対出ると思ってるし、うん、本当に出ると思ってるんですよ。だから、出ない出ないと思わない方がいいですよって思うんですよね。それこそ、オカミ選手の息子とかがもし生まれたら、オカミの息子が僕の息子と同じで、はい、今レスリングやってます、
でかいですか高田道場で。でかいです。僕はでも強いっす。柔道黄金期の、小川、黄金期っていうか、まあ、ずっと続きますよ、はい。小川世代、小川ジュニア世代が、みんな柔道やってるわけですよ。はいはい、小賀とかね。そうそう。で、今みんな日本タイトル取ったりしてるじゃないですか。そうそうそう。あの辺が軒並み総合来たらいいな。いや、僕らの子供世代が今、うん、レスリングやってるやつらとか。そうか、オカミ選手の息子は自動的に総合格闘家になる。オカミの息子、体でかくて、レスリングやってて。高田道場で今、猛威を振るってますから。階級はね、どこまでいくかわかんないけど、有望じゃないですか。いや、有望ですよ。問題は急にバンドやるとか、お笑い行きたいって言ったらちょっと。それは大変ですよ。ただ、アウトサイダーのチャンピオンの大井さんの娘はインターハイ取ってますから、はい、16歳で女子格としてね女子の16歳で高校1年生でインターハイ取ってるんですよ、うん、すごいな。それで47キロ級だから、うん、だから多分ライバルがこの前金メダル取った須貝さんって結構綺麗だね、はいはい、そこ人気出ますよあれ、はい須貝さん、そう、それがライバルになるんで、はい、大井さんの娘もでも可愛いんですけどね。あれでしょ、吉田沙保里の何ですかっけ、親戚の娘みたいな。あ、いるんですか。に勝ったりしてる。まあ、ああ、須貝さんが。はい、大井さんの娘。娘さん。あ、そうなんですか。最近吉田沙保里並んでたもんな。最近吉田沙保里ちょっと可愛いですよ。いや、そうですよ。それはみんなちゃんとそういう風に見せればね。はい。いやでも楽しみなんだ。いや楽しみですよ。だから皆さん本当にね、格闘技はね、皆さんね本当ね、いろんなことをこれを世の中に言いたい。悲観的なことを言うと賢く見えるから、で希望的な観測を言うとバカに見えるんですよ。だけど希望ばっか言うと言うのには勇気がいるんですよ。ね、わかります？なんか企んでるんだよ。企んでるわけじゃない。いや、企んでるわけじゃない。いやいやいや、でも、はい、希望や夢を語るのには勇気がいるんですよ。ね、悲観的なことを言うのは賢く見えるんですよ。だから、物を言うときって、例えば知識人に見えるんだったら悲観的なことを言えばいいし、ね、そういうことを言えば楽なんですよ。はっきり言って、結局、指導者だったり、引退した人間とか、うん、若者に言うときに悲観的なことを言う方がはっきり楽ですよ。だって実際、うん、じゃあ僕プロになりたいんですよっていう子がいたときに、無理だよとか、世界チャンピオンになりたいんですよって言ったら、うん、いや無理だよ、そこは目指すのは無理だよっていう方がだって楽です。だってほぼほぼ無理なんですから。まあ実際確率で言ったら失敗する確率の方がでかいですから、ね、失敗する確率の方がでかいんだから、うん、だけど、うん、僕が思うのはもう僕とかってそういうなりたいなとかって思ったけど、まあ思ってた時に、うん、いや無理だよ無理だよって言ってもう何度も心折れそうになったんですよ、うん、もう本当にやめようかなやめないかなと思いながらこうでも一生懸命頑張ってきた時に、うんうん、あの時にいやいけるよって言ってくれたらすげえ楽だったんですよ。本当楽だったと思うんですよね。あの時にいや君やれるよとかって言ってくれたら、はっきり言って俺もっと頑張れたと思うんですよね。そう、誰かが言ってくれたら俺もっと頑張れたと思うんですよ。だから悲観的なこと言うのってはっきり言って俺は楽だと思うし、ただ悲観的なこと言わないで夢で与えたらじゃあバカな食えない人が増えちゃうでしょって思うと思うんですけど、でもあなたが言う、あなたが仮に夢を語った人に応援する言葉を言ってあげるとしましょう。でもその他の ほぼ99人、100人うちの99人ぐらいはどうせ悲観的なこと言うから、あなたが夢を与えたところでほぼほぼ俺が言って夢を与えちゃったからこいつ無理して変な道に行っちゃったなと思うけど、でも多くの人が無理だって言ってくれてるから一人や二人ぐらい言ってあげましょうよって僕は思うんですよね。完全に LDH 入りを狙ってますよ。はや、雇ってください。でも LDH 何の頭文字か。ラブドリームハッピネス。あ、ラブドリームハッピネス。だから、うん、僕からすると、うん、僕は結構夢をこうな夢というかこう結局夢は叶ってないんですよ。うん、夢は叶ってないんだけど、うん、目標に向かって走ってた時に、うん、何度も心折れそうになったから。
いや頑張れば夢かな叶うっていうか、頑張った先には夢が叶う可能性があるよとかね、うん、そういうことを言ってあげてほしいなって、なんかこう無理だ無理だって言ってほしくないなって思うんですよね。ヒロさんが売れてない時にヒロさんがそういうふうに言って、そうあの引っ張ってたらしいですよ、夢を語って。いやだから俺そう思うんですよ。だから総合格闘技のあの OB っていう結構そういう冷たいこと言うやつ多いんですよ。なんか賢く見せようとする人たちが多くて、なんかね、どうせだから UFC なんて UFC は日本人は無理だっていう人多いじゃないですか。日本人は UFC はチャンピオンになれないって言ってるほうが、言ってるほうが今の UFC 日本人はなれないって言ってるほうがだって楽ですもん。実際無理な可能性が多いんだから、UFC は無理だよって絶対言ったほうが楽だから。まあ当たりますから。そう、10年後変わるかもしれない。そうだけど、いや俺はいけるよって、いけるように作ってるよとか、うん、あの UFC でチャンピオン出すために頑張ってたりするし、うん、いつか絶対出そうと思ってるし、そう思わないと無理だ無理だって言って楽だろお前らそれだって俺は思っちゃうんですよね、うん、それは僕の考えだから、うん、だからね、皆さんも何が言いたいかって言ったら、皆さんも僕とか頑張ってる人の背中を押してもらいたいなっていうね。まあ夢は諦めないで挑戦しろってことですね。そうそうそう、だから、はい、少しでもね、はい、背中を押してあげてほしいし、はい、僕の背中も押してほしいし、はい、僕のジムにいる連中とかね、はい、あとはトライブとかなんて長男のところで、長男もはっきり目指してるじゃないですか、はい、そういう人たちとかね、なんかいろいろな地方のジムにもいるんですけど、いろいろな人たちが、まあ、できればね温かい目で見てもらいたいなと思いますけどね、うん、うんうん、と思いますね、うん、っていうところですね。そうですね、はい、今日はでも多分納得してです、いい話いっぱいしてね、なんか突然のねニュースにちゃんと対応してくれる大沢さんの対応力も、若干振りが丁寧すぎた気もするけど、うん、まあねまあだからなんか今日はこう前向きなというかね、格闘技の見方だったりとか、まあ技術で見ると楽しめないことが多いから、やっぱりシーソーゲームだったり技術あれで見てほしいなっていう。そう、楽しめるし、竹谷代いただきます。ありがとうございます。そう、ありがとうございます。中田リッチの今週末の試合も楽しもうということですね。そうですね、はい、そうだからあんま技術で見ないで、はい、楽しんで見てもらいたいなっていう。その技術で見ちゃうと面白くなくなっちゃうんでね、うん、足りないことの方が多い方法が多いんで、はっきり言ってみんな何か足りてない方が、だってトップ以外はもうみんな足りてないんで、うん、あんま技術で見ると面白くないんで、気持ちだったり頑張りだったりね、シーソーゲームを見てもらえたらなって思いますね、はい、ありがとうございます。大ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。もうねいくらでも嬉しいですからね、ほんとこんなんいくらってもいいですからねありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、最後に、直輔さんありがとうございます。もうこんなんいくらってもいいですからね。大川さんに一票ですって。誰と誰の戦いだかね、なんとなくふわっとしてるけど、はい、そういうことですね、一票ですね。まあ本当にだから僕は技術の見方も面白いし、それは絶対いいんですよ、はい、すごいわかるから、はい、全部それで見ちゃうと面白くないですよ、はい、っていうところなんで、今後もね、大沢さんの解説を、ね、楽しみにで、そう、はい、だから僕の解説でワンチャンピオンシップの前半戦見てください。もう日本人出てない試合、もうレベルの低い試合とかでもうめっちゃキャッキャッキャッキャ言いながらやってるんだよね、ぜひ、ぜひね、見てください。で今週の中田ザリッチ、アベマのプライムでやるのでぜひ見てください、はい、っていうところで応援したいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。Does